こんにちは、みほです。今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。めちゃくちゃ久しぶりの動画ですね。なんか、あのー、通常の動画、あ、ショートは出してたんですけど、通常の動画出すんが多分、1ヶ月ぶりぐらい。 うん、なんかね、心配してくれて、あの、お元気ですかまた動画待ってますってコメントくださった方もいて、ほんとお待たせしました。ありがとうございます。責任してくださって。はい。今日の動画は、死列矯正の動画になります。いよいよ、今月末が手術、末っていうか大晦日じゃないんですけど、今月下旬に手術を控えてるので、矯正も最終段階に入ったということで、術前のことについてお話ししたいと思います。えっと、今日私の動画を見てくださいて、 さっている方のためにちょこっと簡単に紹介したいなと思うんですけども私は顎の骨格の異常ですね創生を伴う額変形症の化学,化学前凸っていう症状ですいわゆる受け口っていう状態なんですけど通常のワイヤー矯正とかでは骨格って治らないんですね 受け口ってていうののは下の顎がこう前に出てる状態ですね上。上の顎より前に出ててこれを通常こうしないといけないのでそれを手術によって治したっていうことになります。術前矯正が約2年で手術を受けた。で、今術後あ術後ですね結構日にち経ってるんですよ。今日この撮影してる段階で手術後526日経ってます結構経ちました。 今までの治療の内容については全部ね体制リストにまとめてるので気になる方はよかったら見てみてください。おとといですね、術後23回目の矯正歯科に行ってきました。で、初めて先生から最終のワイヤーですっていうお話があってすごい嬉しかったんですけど一応今の段階としてはゴムかけはもうなくてワイヤーだけをね新しく変えました。で、2 3週間 この状態で次矯正歯科に行った時に後戻りっていう状態ですね。ゴムかけをしてないと顎がどうしても元の位置に戻ろうとするっていうのがあってそれが戻ってるようだとまたゴム掛けをしないといけないみたいなんですが様子を見てもし戻りがない状態だったらこのワイヤーとブラケットを外す 準備段階としてリテーナーを作る型取りをやっていくっていう形のお話がありましただからもうねいよいよ最初段階っていうことですごいね進んだなと思って嬉しく思っていますで手術の前にワイヤーが取れるかっていう話をねさ々聞いてたんですけどやっぱりね手術の前は取れないっていうことでねこのワイヤーと装置がついたまま手術を受けることになりますそしてえっ、ー、とおとといがその強制歯科でで昨日 大学病院の方に行ってきました。手術の術前検査です。で、やったことは、行ってまず尿検査、それから採血、肺活量を測るやつですね。まあ、呼吸を調べるということで、この肺活量を測る検査って結構大変でしんどいんですけど、なんか、吸って、勢いよく出す、その、息の勢いの強さと全体量、それから、どれだけ長く吐き続けられるか。 っていう検査をするので、なんか、もっと吐いて、もっと吐いて、もっと吐いてみたいな感じで、結構苦しいんですけど、その検査をやりました。で、その検査が終わった後に心電図を取りました。そして最後に、レントゲンですね。レントゲンは今まで顎の治療、顔の治療なんで、顔というか顎、顎の治療なんで、頭部を主に取ってたんですけど、今回ね、なんか胸部、胸のね、レントゲンだけしか取らなかったです。あと今まで取ってた、 CT がなかったですね今回で検査が全部終わった後に先生の診察に行ったんですけど今回はねなんか口の中全然見なかったんですよ。座って手術の説明を聞くだけっていう感じで「どうですかあれから」みたいな感じから始まって先生がね「ワイヤーと結構取れた?」って聞くから「いやそれが取れてないです」って言って「あそうなん?」って先生も結構ねあの驚いた感じで。 っていうのが術後半年ぐらい経った検査の時に器具取れたかなって先生の方から聞かれて「いやまだです」って「あそう」っていう感じだったんですけどそっからねまただいぶん経ったので1年ぐらい約1年経ってるので。 あ、そうなんやっていう感じで、まあ私の言ってる強制歯科の先生がすごい綺麗にしたいこだわりがあるみたいで、まあこだわりって言ったらね、あのー、悪いような感じに聞こえるけど、本当に綺麗にしてくれようとしてるみたいで、強制歯科の先生はあと1ミリ、あと1ミリ動いたらやからみたいな話をね、再々してくれてて、私的にはもう見た目全然満足してるし、1ミリぐらい別にいいのになってね、思ってたんですけど、そこはね、 最終段階、本当に綺麗にやってくれてるってことで、大学病院の先生もね、あ、じゃあもうね、この際やからね、本当に綺麗にやってもらうねっていうことで、まあ手術の時はここ触るので、まあ器具とかワイヤ壊さないように注意するねっていうことでした。手術の説明、やる内容なんですけども、今回はプレートとその止めてるボルト、 を取りますすす所所ででねね合計6カ所入ってるそうなんです、ね、プレートが上顎2つと下2つかなちょっと上顎に分割縦に割ってるのでそこを止めてるのもあると思うんですけれどもプレートは6個ボルトは二十何本ボルトねっしっていうのは二十何本入ってるのでそれを取りますっていうことで両側にまずここ止めてるんですけどそれを取るのに口のこの。 めく,ってめくってっていうのは唇めくったここの歯茎を切るんですけど今回はここビーってね1箇所に切らないで1箇所一直線に切らないで2箇所それぞれちょっとずつ切るねっていう話でしたであと下顎については下顎は全部取る、切るのかな多分ね両側を分けて切ると思いますで切った後にまあそのプレートとかをいらないものを外して 通常はそれで終わるんですけど私の場合手術で下顎を後退させたために左のねこの骨がねちょっとね外に沿ってるんですよね反るっていうのは後ろに下げたために出っ張りができたっていう感じこれレントゲンで見ないとわからないことなんですけどもにーって笑った時にねこっちやななんかね膨らみがあるんですよ ちょっと私が気になるっていうだけかもしれないけどね。なんか通常ストーンとなってるの、ここプコって、プクってなるのが気になるっていうことで、今回の手術で、まあ手術のためになったということなので、ちょっと削ってもらう話をしてるんですね。エラーを削るっていう感じです。 エラ削ってもらうのでそのためにちょっと深く切って広く切って、まあ、剥がす剥がすってちょっと表現怖いですよね、まあ、骨に肉がひっついてるんですけどそれを剥がして、まあ、ちょっと削るっていう形を取るということで、えー、と通常とちょっと違った治療が入ります左右の輪郭についてはもちろん全く一緒にならないしこっちだけねそういう作業を削る剥がして削るっていう作業が入るので術後の腫れ 晴れ自体がね、あの、均等にならないというかな、こっちだけビーンって晴れたような状態になるんちゃうかなっていう話は聞きました。これね、今、プレートを除去しないと、術後2年を経過すると、 プレートやネジと骨が癒着輸着っていうのかなあ強く、強く結合して除去することが大変困難になります。ということで、取らないっていう判断をする病院とか、もう手術がすっごい大変やから、そのままにするっていう方もいるみたいなんですけど、一応ね、私の行ってる病院では、手術して2年以内に除去するっていう方針みたいです。まあ、痛みとか腫れについてはね、前回の手術より軽度。 とということで出血量本ちゃんの手術は結構ねあの手術前に「貯血」って言って自分の輸血用の血を取るっていう工程をする病院結構あるみたいなんですけど私の行ってる病院は今までに輸血例がないということで貯血っていうのもしませんでした。 でもしね術後あの塗ったところがあの可能したりとか産んじゃった場合はもちろん抗生物質で薬で予防はするんですけど予防っていうかね気をつけてる感じではいくんですけどもしそういうことになったらまたあの消毒とととかかししてを出たりそういうういいい治療も行いますっていうことですこで、まあ、感染がね起こると怖いけどね、まあ、なってしまったら仕方ないかなっていう感じです。 ここってね骨ってやっぱり丸くなったりなんか変わったりするらしいんですよね術後のレントゲン取ったりとかさいさいあったんですけど今削りたいって気になっててももしもう削らんでいいかなって思ったらいつでも言ってねっていう話をずっと言われてたんですねここねまた肉を剥がしてとかなるからやらないでいいんだったらリスクもゼロなんでやらないでいいならやらないに越したことはないっていう話だったんで直前まで削りますかどうしますか削りたいですかっていう話の確認は 何回もありました、うん、で他にその直前になってやっぱここも削りたいとかねそういう要望はなしだよっていう話ですね本当にここだけ本当にここでいいよねっていう確認ねあと右か左かちゃんと分かってるっていう、うん、間違いないよねっていう話がありました、まあ、私の場合はねえっ、ー、とこっちこっちですね うん、こっちが気になるっていうことで削ってもらう話で最初の予通通り予定通りり定削るとということになりますで後遺症とかリスクについてはまたねこの辺しびれはあのやっぱり残るっていうか残るっていうかねしびれが出るっていうのはあるんですけどまあ元々の手術ってこの骨終わって中もいじるわけなのであのまあ、腫れとかしびれが大きいんですけど今回は表面上。 外側の骨の外側のなんていうのかな治療になるので前回の手術よりかはもう断然楽なものになるかなっていうお話を聞きました、まあ、神経もね今回危なないいいととここ触らないっていうことですで持ち物としてはあの手術の時に前使ってたバンテージをまだ持ってますかって聞かれたんであ持ってますっていうことでそれまた持ってきてねって言われたんですけどちょっと見せますね。 まああのこういう状態で使ってたやつなんですけどこれねあの洗濯はしたんですけどちょっとやっぱり血とかねついてるのが残ってたかな残ってないかなあ結構綺麗にあ結構綺麗に取れてますねあのこんな感じのものですあ,あでもこれね <laughs> えどうやって使ってたんかなソフラアドバンテージ竹虎株式会社竹虎さんのものですいやなんか違うような気がするな、ね うん、これは頭の上ですねでこれ首閉まるかなあ首あ大丈夫でこのピラピラは何に向けるんだと思う多分ねこうやるもんやと思うんですよね首閉まるなうんはいはいちょっと余談脱線しましたけどバンテージは持ってきてくださいということでしたこれ結構高かったんですよ5,000円ぐらいしたと思うサイズはね私 S サイズを買いました SML ってあったかな私は S ですね で、もう一つ、本ちゃんのね、前の手術の時は、監視っていう、ハサミみたいなやつで、なんか掴むやつがあったんですね。こう、掴んで。それ、ゴムかけする時に買って、それも5000円ぐらいしたんですけど、今回ね、それはもういらないということでね、あの、実は私、それね、監視もう捨てちゃったんですよね。なんか、ゴムかけって、普段のゴムかけってもう指で、ピックみたいなやつでできるようになってたし、私はずっと手でもピッピっピてかけてたので、もう監視いらんなと思って、ちょっと処分。 しちゃってもう一回持ってきてって言われたらどうしようかなと思ってたんですけど今回ゴム掛け多分しないので、うん、それはね言われなかったですで渡された書類についてはもうこれほとんど前回と同じですねまあこういう説明書だったりとか入院7日前から体調ですね熱があるとか、まあ、コロナとかねあるので熱がないかっていう紙を書かないといけないです、まあ、それについてはねえっと前回2週間 書いたんですけど今回は1週間前から書きます熱ね朝晩熱あと家族の一緒に来る人がいたら付き添いの人の体温も測るということになりますで一応ですね血液検査の結果すぐ出てたんですけど、まあ、健康上問題ないということで一応書類もらいましたなんか健康診断で役立てるんやったらどうぞみたいな感じでもらいました。 別に問題はなかったですねそれからあの先生の診察の後はあのは入院の説明ということで女性のスタッフさんからいろいろ細かいことですね入院の時間とか手続きについてとかそういうことを聞きました。 で、直前に体調不良になったらすぐに連絡くださいということでした。風邪ひいてすぐに治れば問題ないんですけれども、コロナとかインフルエンザとかなってたら手術ができないっていうこともあるので、まあすぐに何かあったら電話くださいということと、まあ先生からはね、すごいね、強かったんですけど、コロナ、インフル、普通の風邪ならないように十分気をつけてねっていう話でした。あの、通常の薬ですね、普段飲んでる薬、 とかあったら、まあ持ってきてくださいねっていう話とか、あ、そうそう。 予防接種ですね。インフルエンザのワクチンとか、そういうワクチンを打つ予定ありますかって聞かれたんですよね。で、あの、手術の2、3週間前って、そういうワクチン打たない方がいいということで、私は全然ね、あの、インフルエンザもコロナも1回も、1回もというか、インフルエンザは過去を打ったことあるんですけど、コロナのワクチンっていうのは打ってないので、これからも打つ予定ないですって言ったら、わかりましたってで、手術前はね、やっぱり急変とかね、いろいろあるので、ワクチン系は、 打たない方がいいんですっていうお話でしたで今回ですねあの手術の説明とか検査は順調に終わったんですけど本当は麻酔科の説明の予約も 取ってくださって一日で終わるはずだったんですけど実はなんか麻酔科がまたすごく混んでいて昨日行ったその日にね予約取れなかったそうなんですよ先生が取れなかったからもう一回来てもらうことになるって <laughs> 言われてなのでえら来,来週かな来週かなその次の週かなもう一回ね麻酔科の説明だけ短時間ですけど聞きに行くことになりましたまあ前回もやってるので大体聞く内容とか分かってるんですけど一回でね すまなか「っったのででちょととねもう1回行くことにななりますでなんか質問ないですか?」って先生に最後に聞かれたのでちょっと手術と関係ないような感じなんですけどこの私親知らずがね1本まだ残ってるんですよね上あごなんですけどで結局それってあの術後矯正中に抜いたらいいよねみたいな。 手術前には別に抜かなくてもいいし、手術の時に同時に抜くのはちょっと難しいしっていう話で、その後ね、あの特に話が出なかったんで、矯正歯科の先生も何も言われてなかったんですけど、航空外科の先生に聞いてみたら、 あーって今回の手術で同時にそこ抜いちゃうってちょっと難しいみたいなんですねだからまあ将来的にね抜きたくなったらまあすぐ抜けるんでみたいなことで抜きたくなった時に抜けばいいじゃないのっていう話になりましただからね結局これ放置する感じになるかなとは思います今回大学病院の方の治療費ですね払ったのが6480円ですね結構検査が あのたっぷりやってそんな感じちょっとお高めでしたね1万円はいかなかったけど6480円っていうことでした手術に対する不安ってあんまりないんですけどあのあそうそうあの待合のところにねちょっとお知らせのテレビ画面があって見たら入院の差額ベッド代がめっちゃ値上がりしてる。 感じでした。全部の金額見てないんですけど、通常のお部屋とは別に、まあ、グレードアップする個室に行くとかね、そういうお部屋にするときに、差額ベッド代が発生するんですけど、私前回確か一番安いタイプの差額の分払ったと思うんですね。で、それが今まで2900円だったんですよ。それがね、今度4000円です。1000円、1100円なんですけど、結構ね、1日、ね、高いですよね。一番高い部屋やったら、 なんかプラス三万ぐらいいるのかななんかそんな感じの料金表がねなんか ABCD みたいな部屋のランクがあってそんな感じで書かれてたので 砂漠ベッド代ね本当はねやっぱ個室完全個室いいけど前の時もそうだったんですが完全個室ってやっぱり症状が重い方がナースステーションの近くでね管理治療するということでまあ軽い症状とかねそこまでする必要ないかなと思うのでただでさえ混んでるから私は今回ですね個室勤務をしなくて通常でいいですって言いました。入院期間も多分 4日ぐらいと思うんですよね手術の前日入院して手術を受けて次の日と、まあ、その次の日ぐらいかな27を受けて2829退院が大晦日ぐらい大晦日か大晦日の前日ぐらいになるんちゃうかなっていうふうに思ってますまあ短いのでおとなしく静かに大部屋っていうのかなで過ごそうかなと思ってます手術に向けて。 いいよいよ最終段階に来たなっていう感じなんですけれども、えっと、これからね治療をする方いろいろ気になると思うのでまずは再生リストにまとめている位置からですねカウンセリングから強制歯科選び検査手術その後みたいな全部出してるのでよかったらまたね見てみてください強制の治療ってね本当に期間が長いから私はできたらね若いうちからやってた方がいいなって思いますうん治療始めたのが私40代の中頃からやったんで なんて言ううだろうねもっと早くやっておけば顎の噛み合わせとかね見た目の問題もコンプレックスなく生きてこられたと思うけど今やってみてみ本当に後悔ない後悔悔なないいですねただちょっとこの辺痺れてて喋り方とかおかしいとかね食べる時ちょっと不自然口の動きが不自然っていうのはありますけどそれ以上になんか健康的な。 メリット見た目的なメリットを感じてるのでもちろんリスクとかねすごいしんどい思いもしないといけないから簡単におすすめはしないけど迷ってる方がいたら私の体験っていうのを参考にしていただけたらなと思いますはい最後までご視聴いただきありがとうございました最近ね本当に YouTube ほったらかしててすいません TikTok ライブをやってますほぼ毎日そっちの方で楽しくて忙しくて 内容の方はねあの占い配信なんで私ちょっとタロットとかね占いを自分でやるのでその占いとして配信になってるんでこっちの動画を美容とかそういうのを興味持ってみてくださってる方は興味ないかもしれないですけどねおしゃべりとか雑談もたまにしてるのでよかったら遊びに来てくださいはいご視聴ありがとうございましたまた次回のビデオでお会いしましょうバイバイ